こんばんは。やっほー、ハート花火ありがとう。かわいいもありがとう。あ、そう、まだ愛媛です。そうなんですよ。実はこんばんは皆さん、やっほー。うん、泣いてる。うん、落ちたの。切ない。泣き声が。涙ありがとう。悲しい。悲しい。いや、うちのワンちゃんワンってあんま言わないんですよ。この鳴き声。いいな。泣いてるのはももちゃんです。悲しみが止まらない。止まらんね。どうしたの。どっちが泣いてるか。ももちゃん。どうした。なんかさ、こう大きい箱みたいな、箱って言ったら、なんて言うんですかね、に、中にいるんですよ。でもさ、なんか今日、二人で、中で暴れまくって、で、二人で箱こう、押し倒して、そう、出せって。うん、ちょっと待ってね。もうちゃん、もうちゃんって言ったらココちゃんの方が出てきたわ。もうちゃん、どうしたの。チャックってどういうこと。あ、なんかさ、この箱を見せた方が早い気がする。なんかね、あ、なんか臨時なんですよ。そのここに本来ももちゃんとココちゃんはいなくって、あのここじゃない家にいるんですけど、あの私が来てるからここに今日来てくれてて、昨日今日こんなね、こういう箱に入ってるんですよ、このチャックの。そう、ちょっと大きいんですけど、ドーン。そう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 。これをね、押し倒してね。そう。なあ、もう思ったん。ストレスになってる。いやー、どうだろう。うちのワンちゃん割とお家大好きなんですけどね。ね。寝るときはね、結構ね、すぐに入ります。いや、でも多分、私とかが急に話し始めたりして、そしたら、何やってんだよってなったんだと思う。
限界。そう、暑い、暑いんです。暑くないですか、暑くないですかって言っても暑いですよね犬に聞こう。暑いですよね今日。暑いよね。つくりありがとう。いや、エアコンつけとんやけどね。長袖言うてもね、これ見て、長袖ですかね。透けてる。ワンちゃんいるよ。いや、大丈夫。ああ。ももちゃん。めっちゃ可愛い。ありがとう。お、ぽちゃんが来た。ここちゃーん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 。ここにいるんですよ。あれ見えない。ここ、あ、ここちゃーん。身長が足りませんでした。テーブルが邪魔って言ってもな、テーブルに乗せないと配信できない。困ったね。いやー。にゃー、やめないでよ。こま、ありがとう。チュール？いや、それがなんか昨日チュールを配信であげたんですよ。で、なんか初チュールだったんですよ。初チュールで、チュールっていう存在は多分知らなくって、で、昨日でね、覚えたんだよね、チュールの味をね。だって今日チュールを見せたら本当に目の色が変わってね、覚えたんだよね、知ってしまいました。ワンチュールあと1個しかない。1個しかありません。あ、ももちゃん、ももすけー、わっと、おっと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 、はい。なんなん、首が長い、首が長い、だって褒め言葉やな。落ち着けてる、落ち着いてください、お二人とも。アルパカ感ある。え、わかる、わかる、確かに。今日何するの？もう何もしないよ、ショールーム。ショールームしてます、ショールームしてるよん。よいしょ。じゃあ、ももちゃんも一緒に出演ということで。早寝したいのに、なんだと、寝るな。寝るな、寝るな。私の今日のドリンク見て、
このプロテインみたいなオレンジジュースただのオレンジジュースです。明日月曜日か、そうか、なんかどんな入れ物なんやろね、ようわからん。愛媛のオレンジ、そう、なんか瓶のやつ、瓶に入ってるようなやつ。めっちゃ味が濃厚。落ち着きました、ワンダフル、うん、ココちゃんは自由ですね。ゆっくりしてますよ。そうね、なんか規則正しい生活してて、なんか広島にいる時にご飯を3食食べない。え、待って、めっちゃデジャビュなんだけど、この光景、こんな話した、なんかどっかで見たことある光景、昨日かなんかそう、ご飯をね3食あんま食べないんですよ。2食ぐらいかも。うん、なんか朝食べて昼食べて夜食べて、そう、しかも割と健康な時間に食べて、デジャビュー、デジャビューみたいな桜抜き、このシーン見たことあるね、なんか見たことあるわ、同じ話した、私再放送、そうです、本日は再放送となっております。服を着せ替えただけの再放送になっておりますので皆さんご了承ください。そう、場所も同じ、出演者も同じ、ありがとう。ああ、掘ってる掘ってる。チュールは、うん、今日はもう終わり、食べ過ぎです、食べ過ぎました、本日食べ過ぎました、反省しましょう、反省会。もう本当にココちゃんのご飯の、ももちゃんはそうでもないんですけど、ココちゃんのご飯の食べ方がすごくて、もうなんか本当に食べ物の執着心がすごくて、もうクーみたいな、すごいな、え、あ、早食いだよ、小判は出てくるかの、どうじゃ、出てきたかの、出てきたか、出てきたか、出てきませんでした。おパンチュ、あー、今日もおパンチュ、おパンチュ見られたよ、おパンチュ、いやー、いやー、マッサージしてあげる、頭皮マッサージ、うーんおパンチ、ちょっともうちょっと遠くしよう。
あ、そう、愛犬見ました、あのファンクラブの写真を更新した。そう、あれ朝です。朝一メイクしてゴロゴロしてたら、そう乗ってきた。最近色気がすごい。絶対そんなことないよ。ないね、私にそんなものは持ち合わせてないね。ありがとう。え、休日メイク、まあ、犬が見てるかなと思ってね。顔ありがとう。花火今日どっか行ってた。うん、おばあちゃん家。これなんか私言い方が変なんかもしれんけど、おばあちゃんおじいちゃん家って言うんやけど、ここはおじいちゃん家なんですよ。なんか知らないけど、ここはおじいちゃん家で向こうがおばあちゃん家なんですよ。私のなんかなんか変なんだけど、そう、おばあちゃん家と、え、なんかおばあちゃんおじいちゃん家って、いや別居なわけじゃないんですよ、別居じゃないんですけど、なんかこの家を呼ぶときはおじいちゃん家って言って、でもう一つのおじいちゃんおばあちゃん家の家を呼ぶときはおばあちゃん家って言うんですよ。なんかわかんないんだけど、なんかなんみんな逆になんて言うの？祖父母の家。で、なんそう、今日はおばあちゃん家に行って。父方母方？あん、ここは母方のおじいちゃん家。おじいちゃんおばあちゃん家。ん？何してるんですか？探検するのはやめてください。今日行ったのは父方の、え、そう。うちのお父さんのさ、昔のさ、アルバムを見つけてさ、見たことないアルバムだったの。めっちゃ、あのイケてたんだよね。びっくりしました。なんかイケてて、なんか本当にうちのお父さんの若い頃イケてて、あのなんか本当にアイドルみたいでした。過去形、いやいや、うん、いや、あ、そう、見たことがなかったからね。そうそうそう、とっとっとっと、とっとっと、おお、おっと、似てる？いや、私に、いや、どうだろう、なんかもう本当に、え、どうなんだろう、
ちょっと写真見せたいぐらい、ちょっと見せられないけど、犬おとなしい、そう静かです。今日は多分散歩疲れたんですよ。もういっぱい歩いたけんね、疲れたんね。散歩一緒に歩きました。散歩っていう単語に反応しないの？え、確かに。散歩行こう、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 お、行こう、行こう、散歩に行こう。行かんのよ、ごめん本当にごめん、行かないよ。反応した？ごめん、ごめんね。あ、いいな、あ、ごめんね。なに？ごめん、ごめん、本当に。いや、反応するかなと思ってやってみたら本当に反応しちゃった。夜のお散歩はちょっとね、行かない。泣いちゃった、ごめんね。チュールはね、ちょっとね、今日はね、もうおしまいです。あげたいんですけどね、また明日ね。食べ過ぎだから、普通のご飯も食べた。がっかりしてるの。嘘。ももちゃん落ち着いて。ごめんね。はい、落ち着いて、落ち着いて。はい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 。でもこの声めっちゃ出すんですよ。なんか散歩とかじゃなくて多分ね。なに？何なの？カマチョ？カマチョでしょ、もしかして。さっきから思ってたけど。あ、じゃあはい、いいよ、ショールームして。ここで、こんばんは、中村ももです。今日は何話そっかな。うん、ももちゃんの好きなものだって。ももちゃんの好きなものは、うん、なんだろうな。うん、何が好きなの？あんまね、ご飯にもね、がっつくイメージがなくてね、ももちゃんは。好きだけどね。あ、ペロペロです。ペロペロすることが好きです。いいね、ありがとう。質問コーナー。あ、かわいい足が。ココちゃんのことどう思いますか？わがままだなって思ってるよね。代弁してあげるよ。
多分ももちゃんは、ももちゃんの方が我慢しいなんですよ。もう我慢するんですよ、すごい。よくもうココちゃんがもう一番一番、私が一番一番です、一番です、一番にやってください、全部一番にやってくださいってなって、ももちゃんは我慢するんですよ。2番でもいいよみたいな感じで、なんで多分心の中ではわがままだなって思ってると思うよ。でしょう。喧嘩しない、一個もしないね。いい子だよ。やっぱりなんか血はつながってないんですけど、ももちゃんの方が先に家にいるんですよ。ももちゃんが先にいて、ココちゃんが先にいるので、なんかお姉ちゃんと妹みたいな感じ、なんとなく。先にいるんだけどね、おもちゃんの方が。いくつ違うの？いや一緒だよ、何ヶ月かだよ確か。何ヶ月違うっけ、4月生まれと9月生まれだから5ヶ月ぐらい。そう、年は変わらんのやけどね。ありがとう花火。同級生、おっとっと、先輩後輩感じてないよね。ココちゃんがズーズーしい後輩もうやばい、ココちゃんのことあ、ちょっとそんな悪く言ったつもりはないんですけどココちゃんもいいところがあるんですね。えももさん、ココちゃんも実はいいところがあるんですよ。本当です。お決まりで例えてたらどっちがおきちゃんか、お決まりでは例えられんなここちゃんね寝てます、めっちゃ爆睡。寝よるわ。寝てるの見たい。パンチュ、パンチュ入ってるよ。寝てるわ。多分めっちゃ疲れたんだと思う。静かに配信？そんなのできないよ。茶色いプニプニ茶色いプニプニ、かわいい。茶色いプニプニ、ちょっとプニプニしてるかも。肉球？あんまり肉球そこまで黒いよね。よいしょ、見せて。見えん。あるよ肉球は。
ほい、ありがとう。それよりもなんかね、頭触っちゃう、なんか頭頭お洋服かわいい、嬉しい。こういう水色が大好き。頭ポンポン、そう、少女漫画。どうしたの、落ち着きがないね。ワンピース、うん、スカート、スカートだよ。ココちゃんの寝息が気になって、もう可愛い寝息してる。なんかよくいびきかいてるんですよ。今スースー言ってる、かわいいな。いびきあるよ。なんでかっていうと、ちょっとプニプニしてるから。プニプニしてるから、いや、やめて。プニプニしてるから。もーちゃんは書かないんだよね、いびき。多分なんか詰まってる。ちょっとなんかさ、無意識にさ小声になっとったけど、ももちゃんが暴れとるけん。ソファーに乗らない？乗って、行っておいで、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 おいで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 じゃじゃーん。
どうしてもまいちゃんたちに会いたくて渋谷まで行けてよかったです。わツアーかな、次は新潟、新潟やで、くもありがとう。好きなファッション、嬉しい、ありがとう。ちょっと髪結びたい。ココちゃん起きた、起きた、起きました。ココさん、ココさんもソファ行く、行かんか。新潟で何食べるか今から考えてる。何食べんの、何食べるの。やばい、最近ねすぐツインテールにしちゃうんだよね。のどぐろいいな。バスセンターのカレー、いやあれなんだかんだ食べたことないね。バスセンターのカレーってさすごい有名だけどさ、なんだかんだ食べたことない。イタリアン食べたよ。なんかイタリアンもなんかなんだっけな、ホワイト、ホワイトとか確かなんかそう何種類かあって、イタリアンなんだっけ、イタリアンって何か、なんか何あれ、イタリアンはイタリアンだよね。麺、あれ焼きそばなん、あのなイタリアンはイタリアンな感じ、太い焼きそば、そうなんか極太、極太とまではいかんか、新潟グルメの話、そうです、新潟グルメとっても楽しみ、焼きうどんに近い、楽しみ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 、ん？降りる？おいでよ。甘エビも美味しいらしい。南蛮エビ、なんか誰かがさっき南蛮エビってつぶやいてた、つぶやいてたってかコメント書いてた。南蛮エビって何？甘エビ？いいなエビ。エビ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 。お寿司、お寿司食べたい。三条ラーメン、なんかそれ聞いた、三条ラーメン、なんか、あ、背脂、背脂のラーメン、自由時間あるといいね。いやなさそうだけどね、自由時間は。でも新潟ってなるとさすがに前乗りなのかな、多分広島から行くと一回東京まで行って東京から乗り換えして行くと思うんですよ。飛行機なのかな、わかんないけど、新幹線だったら6時間ぐらいかかるのかな。飛行機、飛行機の方が近いよね、近いっていうか短いよね。
広島から新潟ってさ直通あるの？あの前回は前回新潟に行った時は東京にいて、そもそもなんかお仕事の関係で、でそっから確か新幹線乗ったんですよ。だからその飛行機とかで行ったことなくって、ないあないんだって、やっぱ乗り換えみたいなせんといけん。大阪から大阪まで行って、大阪から新潟、ちょっと大変そう。かわいい、ありがとう。新幹線、いや私はウェルカムですよ新幹線。なんかその新幹線ってさ、その何ですか、この日本のこと、こっち側こっち側に行く新幹線あんま乗らんのんよ。やけんさ、そっち方面の乗り場に行くのがなんかあの新鮮で結構好きなんですよね、上の方。そう、知らへん。上、あそう、上越、え上越って合ってる、上越新幹線。そう、ない、ほぼない、あんまない。マックスとき、え、なんかマックスときってさ、もうなくなっちゃった？まだある？え、なんかマックスときってなくなるんだよみたいなの誰かから聞いて、ショールームで。なくなっちゃったの？2階建てがなくなった。あ、そうなんや。ヒュイーン。あ、そうなんだ。普通の時になった。あ、そうなんや。マックス時。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとつちゃ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 。いい、ありがとう。イントロイズ、いいよね。思ったよりも、そう、私ドラフト候補生の時に新潟行ってます。めっちゃ寒かった思い出ある。そんだからさ、ドラフト候補生の時に行ったのが冬だったから、え、冬？秋？冬？で、なんかあのドラフトのなんか T シャツがあったんですよ。ドラフト生のために作られた T シャツがあって、なんかドラフト3期生のでと、なんかスカートだったんですけど、なんか新潟は寒いから、なんかパーカーみたいなのを羽織らせていただいて、え、そう、なんか半袖じゃさすがにってなって、そう、しかも外だった、そうそう、ちょうど外で、めっちゃ寒かった。い
った。受かる前に、ああそうだよね。そうですね。コインありがとうございます。懐かしい。PR 舞台なかった。確かに。え、 PR 舞台そうなんよ。実家の辺雪積もる？積もる積もる。ここも積もるよ。この辺もこのおじいちゃん家は割と山の方なので寒いです。積もるよ。愛媛も積もるんだよ。場所によると思うんだけどね。どんぐらい積もるかな。めっちゃ積もったりはせんけど、愛媛雪降るよ。ワクワクしてた。雪が降ったら<笑>スキー場あるよ。なさそう。あるある。多分。ちょっとないんかな。あると思うんやけど。あると思う。だって私ちっちゃい頃スキー行ったもん。雪降るよ。そりゃ冬ですよ。降るのは冬のめちゃ寒い、あのもう毎日降るわけじゃなくて、冬のほんと寒い時に降ります。降りますよ。熊高原。ああそれそれそれ。熊高原？熊高原？熊高原。そうです。スキーはちょっと下手なんでね。しないですね。熊高原はね、なんか夏に行っても結構ひんやりしてるような場所です。いいとこだよ。カルスト、四国カルスト。何、避暑地？かっこいい。避暑地。避暑地です。避暑地好きやね。なんか小学生の時にやって、あと中学校のあの修学旅行もスキーがあって、多分人生で2回だけしたんですよ。で1回目はほぼ記憶がなくって、小学生の時はもう記憶がないんですよ。で中学生の時の修学旅行でやったスキーは本当に先生がスパルタで、そのなんかインストラクターの先生がついてくれるんですけど、4人に1人ぐらいでついてくれるんですけど、本当にスパルタで、なんかもうこうこけるじゃないですか。こけてでもなんか立ち上がれなくって、でもなんか自分で立ち上がれみたいな感じで言われて、なんかじゃないとなんかダメだからみたいな感じで、何も助けてくれなくって、で
もうそれで、ね、もう私はもう本当にもうスキーが本当にもう、あ、もうできない、本当にできないってなって、いやでもね、そうスキー難しいよ。いや難しい、ハの字した下、もう足がもう本当にもういけない方向になんかねじれそうなぐらいでした。やばかった。あと私高所恐怖症なんで、あんま高い山から滑るのも得意じゃない。あと高所恐怖症なんで、あのロフトじゃないや、なんだっけ、あ、リフトだ、リフト、あ、そう、それに乗れない。マジでそれが本当に苦手すぎて。ロフトじゃなかった、リフトそれ。本当にあの安全ベルトみたいなのないじゃんか、あれって。で自分のタイミングでこうやって乗るじゃないですか。もうあれができなくって、であのあれから降りないといけないのもしんどくって、絶対に無理、あれ苦手。タイミング難しい。だって私あのエスカレーターのタイミングでさえも難しいと思うもん。私エスカレーターがめっちゃ苦手なんですけど。なんか言っとるわ。あ、寝よる、いびきかいとる。なんかふにゃふにゃ言ってる。動くほど？え、大好きだよ。空港にあるやつ。もう本当に、もうすごい乗りに行きます。大好きだよあれは。だって平坦だもん。大好き。あれはいける。こうなってるのがダメ。回転ドアは？何回転ドアって、あのあれ？なんかこういうぐる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 ってビルにあるやつ？あれってさ、なんかさ都会のビルにしかないイメージなんだけど。見かけんな、ほんと最近見かけん。あるの？どっか。品川インターシティにあった。え？この間の会場？品川インターシティホール？アイドルズの会場？あった？私さ、回ってないや。え、回ったっけ？え、回ってないよ。もう回ってない、回ってない。私さ楽屋が覚えれなくってさ、なんか
2日間あったんだけど、品川インターシ、インターイン、うん、インターシティホールで2日間あって、で2日目もまだいまいち覚えきれてなくって、その楽屋、なんか楽屋とか、なんかエレベーターがあって、その階が違ったりするんですよ。で、そう、迷子になっちゃって2日目なのに、でめっちゃ迷ってしまって、でもうずっとうろうろして、でそしたらスタッフさんがすごい不思議そうに私のこと見てて、なんか私が行ったり来たりしてるからすごい不思議そうに見てて、え、何してんのみたいな感じで、で楽屋ってどっちですかみたいな聞いたら、なんかえみたいな言われて、こっちだよみたいなで、えみたいな、迷ってたのみたいな言われて、本当に覚えられない。しかも千穂ちゃんと千穂ちゃんとなんか歩いてる時もいつもなんか千穂ちゃん、私地図持って千穂ちゃんに次はこうですよって言うのに、千穂ちゃんがいや違うよこっちだよみたいな言ってくるんですよ。でなんかあの千穂ちゃんの方が道を覚えてて、私地図持ってるのにこっちだよって言ったら、いや違うよって言われて、私が覚えてるから大丈夫だよって言われて、なんか私の方向感覚がなさすぎて、で千穂ちゃんについてったらちゃんと目的地に着くんですよ。すごいんですよ。なんかいやこっちから来たけんねって、絶対こっちから来たけん、 こっち行ったら絶対着くよみたいな言われて、もうふえーんって感じ、ふえーん。地図はねちゃんと見てるんですけどね。地図はある？あ、その会場じゃなくて普通の道？いや本当にね、マジで道は本当に、私広島を覚えるのもめっちゃ難しかったもん、めっちゃ時間かかった。覚えられない。広島も、いや広島もそんなに詳しくないよ、詳しくないっていうか地図は全然使うときは使うよ。ただあのレッスンして家までの帰り道とかは分かるけど、そのなんか自分の行動範囲は分かるけど、けど ため息ついた、ここちゃん。広島、まあまあまあお買い物行く時とかもある程度は分かるようになりましたよ。東京やばいでしょ。え、でもこの間お姉ちゃんと私とお母さんで、でなんかお姉ちゃんと私でずっと調べてて、なんかこの電車に乗ったら本当にここに行くのかみたいな議論になって本当にもうなんか難しくって、東京には難しいよ。でなんかそもそも山手線は東京駅に止まるのかっていう、なんか
言い合いになって、でまあ乗ってみようってなって止まりました。そこから、うん、そう、なんか ここが東京だとしたら、ここから乗ったんですよ。ここどこですかちょうど半分地点のところ、池袋。え、なんでみんなそんなわかるの。でも池袋じゃなかったよ。え、なんだ、池袋じゃないわ。何袋だろう、わからん。池袋ではない、違う、なんか新宿です。そうそうそう、ごめんね、起こしたね。新宿ですよ。高田ババ高田インドネーションがわからんないけど、高田ババそれは知らん。あ、高田のババ高田のババ。高田、初めて聞いた高田のババみたいなやつ初めて聞きましたちょっとそれは分からんけど、あ、そうそうそう、新宿そうそう、え、ちょうど半分ぐらいじゃない？新宿で何したの？なんかお姉ちゃんがなんかルミネってとこに行きたいって言って、でなんかルミネっていうところはなんかルミネ1ルミネ2みたいな感じでなんか何個かあったんですよ。なんかお洋服とかが買えるとこだったんですけど、なんか何個かあって、そので本当にたどり着かなくって、マジで迷って、あ、そう、ルミネエスト、え、分からん、なんかそのルミネ〇〇みたいなのがいっぱいあるんですよ。南口、あ、そう調べましたよ、行きました。でもなんかね、本当にもうなんかおしゃれだったからお姉ちゃんとかと、そう、やばいって、美女が足りてないかもって、店に入る美女が足りてないって言いながらちょっとやばいかなって言って入って、でまあ見たんですけど、結局何も買わずに帰っちゃいました。ね、おしゃれよ、めっちゃお店ある。いや、そう、やっぱなんかなんて言うんですか、こう、うん、なんて言うのかな、その美女っていうのはこうなんかちゃんと綺麗なこうなんか服を着てないと、やっぱこう洋服屋さんって入りにくいじゃないですか。なんかジャージとかではさすがに入りにくいじゃないですか。そういう感じで服大丈夫かなみたいなね。ジャージ入れないよ。だって私この間沖ちゃんと一緒に広島のパルコに行ったんですよ。でレッスン終わりだったかな、レッスン終わりかなんかで多分寄ったんですよ。だから本当にお互いもうジャージみたいなんで、もうレッスン着みたいな格好で行って、でなんか
そう、なんかあのちいかわを見に行ったんですよ。ちいかわっていうかあのなんか長野店みたいなやってて、そのちいかわの作者の人ので、それを見に行きたいって言ったんですけど、なんか服も可愛いねって言ってて、ちょっと見ようって言ったけど、さすがにジャージでなんかちょっと入りづらくって、うんうんって、また着直そうってなりました。いや、なんか洋服買うところはやっぱメイクしてちゃんと服着とかんと、いやメイクするってのも大事なんですよ。メイクをしとかないといけない。え、あのね、これはわかる。メイクをしてないと服を買うモチベにならないんですよ。大事だって、鏡で見てさ、すっぴんにその洋服合わせてもわかんないんですよ。やっぱメイクをしといて可愛い洋服合わせないとわかんないし、そうなんですよ。すっぴんなの、うーん、すっぴん多いかも。いや、めっちゃ多いわけでもないけど、レッスン後とかだったら全然すっぴんだったりする。化粧品買うときは、え、全然スピンでいくわいや、スピンじゃないときもあるけど、化粧品買う方がスピンじゃなくてもいい。なんです、化粧品は迷ったりしない、見に行くだけとかそんなしないんですよ。これ買うぞって なったらそれだけめがけていくんで。あとはあのなんかあれなんじゃないかな、やってもらいやすいんじゃないかな、もしするってなったら。あの試着じゃなくってさ、なんだっけ、試すやつ、うん、がやってもらいやすいんじゃないかな。落としたりしなくてもいいし。クマありがとう。え、ちょちょちょ、ワンちゃん静かになったよね。コちゃんどっちも来てるんだけどね。なんですかめっちゃ見てるんだけど。完全にね、ワンちゃん疲れてるんですよ。なんか見せたい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれ出てるんだっけな。疲れてない？ほら、お疲れモード。これ座布団の上で疲れてる。ここにいます。ででーん、顔日焼けした。これ影になってるだけだよしかもあのあれだから毛が生えてるから。あ、ため息ついた。顔
これが、ここが大好き。目開いてる。え、そう、え、犬って目開いたまま寝るのかな。そんな、そんな犬いますか。体、顔と体なぜ色が違うの。違う違う、あの影になってるだけで一緒ですよ。私の家の犬も目開いて寝て、え、やっぱさ犬って目開けて寝るよね。半開き。半開き犬。マイキューも。千穂ちゃんが最近私の寝顔を撮ってくれてたんですけど、多分半分ぐらいはちゃんと閉じてます。あ、半分っていうのはその完全に閉じてる日もあるし、ちょっと空いてる日もあるかもしれないけど、毎日毎日空いてるとかじゃなくて、ちゃんと閉じてる日もあるし、しかも結構最近飲んでくれてて、なんか私の寝とる時ってこんな感じなんや。そんな、寝顔撮る中、千穂ちゃんの寝顔は可愛いです。天使、美しい天使。え、公開したい。公開するよ。公開するよっていいのか分かんないけど、公開しよう、公開しようってなってます、いずれ。どうしたの？わ、おきちゃんの寝顔も持ってる。持ってると思う。おきちゃんの寝顔持ってると思うよ。持ってる持ってる。そらはちゃんのは、そらははなんか寝相持ってる。寝相、なんか寝顔っていうか寝相、寝相写真。なんかすごい、こんなすごい寝相だみたいな。寝てる姿って可愛いですよね。メンバーが寝てる姿。そう、なんか、なんかの、なんだっけな、山中湖かな、なんかバスで行かないといけないところだったんで、 STU みんなで大きいバスに乗って行ったんですよ。で、そしたらみんなもう乗った人からどんどん後ろにバス詰めるって乗るんですけど、横がちょうどももちゃんだったんですよね。あのリッセももちゃん、ももちゃんじゃないよ、リッセももちゃんだったんですよ。で、ももちゃんがそうライブ終わりで疲れてて、なんかうとうとしてて船漕いでたんですよ。こうカクンカクンって、めっちゃ可愛くって、本当に
もうもうマジで天使の寝顔、もう赤ちゃん、撮った、え、撮った気がする。いや撮ったけど、多分ももちゃんにも言ってないし、私一人だ、一人でなんか多分満足したんだと思う、撮って。あ、探したら出てくるかもしんないけど、いやももちゃんにも言ってない。誰にも言ってないし、今みんなに言った。かわいい。もちゃんに、いやちょっとね、かわいすぎてね、メンバー特権かわいいです。あとは誰の寝顔かな、アンピー、まあ、アンピーの寝顔もかわいい。欲しい？ダメダメってナッピさんが言ってた。ダメ。そこをなんとか。お決まりの寝顔、この間おきちゃん、いやこの間おきちゃんと部屋一緒にいた時に、なんかお互い遅刻が怖いからって言って一緒に寝てたんですけど、もう寝顔取るどころじゃなかったよ。もうアラームが鳴って起こして、あ、止めなって、アラーム鳴っとるで、止めなって言って、でまた寝て、したらすぐにまた鳴って、もうまた鳴っとるで、止めなって、もう何回も何回も、それでもう寝顔キャかわいいパシャパシャとかじゃなかったよ、もうほら鳴っとるでみたいな。荒れてた。アラームかける意味、遅刻が怖いけん、遅刻せんて。最近遅刻を、遅刻ってか起きれる自信があるから、大丈夫やって。朝走ってないの？いや朝は走るよ。違うよ、こどんなに早く起きても家を出る時間は一緒じゃない、大抵。なんかわかんないけど、なんか朝早く起きたからって早く行こうってならなくない？なんかわかんないけど不思議なんだよね、こんなに今日は早く起きれたのに、なんでこの時間にまた出てるんだろうみたいな。え、なんかわかんない。飲み屋にがった、なんか言ってる、めっちゃ寝てる、かわいい、目つぶってた。え、でもね、走っていくけど、走っていって
る時になんか嬉しいことがあって、でも嫌じゃんなんか走ってさ急いでいくの嫌じゃん。でもさ走ってる道のところにメンバーを見つけたらめっちゃ嬉しくって、より走れるんですよ。メンバーの背中とか見つけたらなんかこう やばいって走ってたら、こう遠くにメンバーが背中歩いてって同じ目的地にシャーッ走る元気になるこれが走る時の楽しい、そう楽しみ。追い越しはせんけど、あの追いかけるマラソン大会マラソン大会やってます、一人で。白姿でメンバー、え、わかるよ、服とかかな。よくでもさ、私最近はもうあれなんですけど、ほのたんさんによく会ってたんですよ。あのほのたんさんが卒業する前はほのたんさんにもう本当によく会ってて、本当にマジでなんか私がめっちゃ走ってたらほのたんさん優雅におはようみたいな感じでいつもマジで行く時間が一緒すぎて毎回やってたんですよ。でも優雅だったんですよほのたんさんは、おはようみたいな、やっほーみたいな。めっちゃ合ってた。マジで合ってた。多分一番合ってた。ほのたんさんに。でもめっちゃ嬉しかった見つけた時に同じ集合場所に向かう嬉しい。二人とも落ち着いた、寝てる、めっちゃ可愛い、マジで可愛い、マジで見せたい。かわいすぎやん。ももちゃん起きてます。起きてます、めっちゃ寝てる、いびきショールームで聞こえてんのかな。はい、聞こえてますか。聞こえてるんだ
ももちゃんが家に入った。みたい。確かに。すごいね。起きた？びっくり。なんかその人間の寝起きと一緒なんだけど、なんかこうみたいな起きてびっくりするやつ。あ、起きた。掘り始めた。起きたら掘り始めた。急な起床。忙しい犬です。自分のいびきで起きるんです。そうかもね。びっくりしちゃったね今。財宝がそう。ここ掘れワンワン。めっちゃ掘る。なんで掘ってるんだろうね。よく分からんけど。かわいい。かわいいです。23時なの？11時？そりゃ眠いよね。引き書くか。分からん。聞いてみるわ今度。おきちゃんとさよくさ電話して私いつも寝落ちするの。だから奥ちゃんに聞いたら分かりそう。ありがとう。あのアナミ、おきちゃん起きてる。うん、私の方が先に寝る。私もさ寝るとかじゃない、気絶なんだよね本当に。パタンみたいな。本当に何なんだろうね。わかんないけど。気絶してる。マイキューも掘らないと。
これまいまい。お、あ、すいません。ももちゃんが寝転がってた。何も出てきません。1時間か、1時間かって今日もあと1時間かっていう1時間かなんだけど1時間か、花火ありがとう。そう、オレンジプロテインなんかな、これ飲み物、あのケース確かにミリが書いてある。この配信90分超える？そうなの？そっか。9時半からやっとるやん。嘘やん。珍しく長時間。分からん。そうかな。分からん。そうかも。長時間が何時から何分からからか分かんけど。確かに。疲れない、元気よ。いやマジでね、なんかね配信終わるまで寝ないみたいな人いるからね。そんなに私のことがずっと見ときたいってことか、知らないことが一個も終わりたくないってことか、そういうことか。そういうこと。配信見ながら寝落ち。でも私の声は寝落ちの声らしいよ。なんでいずれ深夜のラジオでもしようかな。七並べ配信はちょっとやらん。私七並べしながらうまく話せる自信ない。七並べの実況とかも多分うまくできん。今トンネルされました。当たらんかった人もなんか無言になりそう。うん、機嫌が、いやどうでしょう。でも最近メンバーとめっちゃ対戦する。だからゴールデンベッドタイムとかメンバーと対戦するから対戦しやすいよ。なんか今みんなやってる。
え、さやかりん当たった。さやかりんも当たったし、ひなさんかな当たった。チャートリアどっちも。コツある？いや一個もない。もう。てん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 。ゴールデンベッドの音。もう。連打。連打してパン。10倍かけてる。そう、今なんかユニットでやってますね。ね、なんかさ、多分もうマイカがあれ1位じゃなかった？今違ったっけ？マイカが1位だよね。すごい。そうだよね。四国は3位じゃなかったかな確か。昨日見たんだよね、順位。たまや、ありがとう。チャートリも2位で、そう。すごい。さが、いやちょっとね、ゆるいゆるいから、四国はねゆるくやってるからね。いやそうね、やってるね、ゆるいね。みんなと焼肉の話してないな。ハートありがとう。なんか何も話してないもん、焼肉の話。そうね、いやマイカーはなんかその焼肉のなんかイベントがあるってなった次の日にマイカー話してました。いやそうよ。燃えてますね。あ、勝手に四国は勝手に焼肉に行くしかない。勝手にね。そうだね。え、そう、私並べて、毎月並べてますよ。え、そういやさ、全然違う話するけどさ、なんか研究生のさ、あれでさ、今度僕対公演することになったよね。びっくりした。その研究生とかの何も知らないから僕対公演するって今日発表があったらしくて、8人半分なの？そうなんだ。8人なんだ。うーん、どんな感じなんやろな。まあでも
研究生自体の全員の人数が16人で回すのきついんかな。まあ、そうなんかな、分かんないけど。マイキュー助っ人じゃない、え、マイキュー出たいんだけど。でも出たい、もう私もやりたい、私もやりたい、私もじゃあ助っ人っていうか普通に出たいわ。一緒にやりたい、一緒に講演したい。研究生以外も出てほしいね。あったらいいね。でもな、2期生の時なかったからな、どうだろうね。研究生たちが気を使ってしまう。でもさ、一緒にステージに立たないと仲良くもならない気がする。より仲が深まらない気がするだからさ、ももちゃんが伸びてる、ももちゃん。いやそうよ、なんかね、なかなかね、そう、2期生とも公演が違って、最後の方は僕恋公演一緒に出てくれよったんやけどね、それまでなかなか一緒になる時がないけんね。そうよ、喋ったことある？三期生と。いや、あるよ、あるけど全員とない。ないですよ。新しい公演みたい。え、花垂れ公演実はどんぐらいやってる？え、結構やってるよね。1年ぐらい？1年以上やったよね。ただね、あれなんですよ、月にそんなにいっぱいやってないから、回数としては多分全体的に見たらそこまでやってなくって、1年ちょっとか。うん、やってないよね。そうなんよね。あ、でも今度出るよ、22。まいちゃん何公演出た？いや、わかんない、何公演出たかな、半分ぐらい出たかなぐらい。そうね、うん、あった、うちの。ねえ、なんかね、そうね、新しくしたいね。今月公演出るよ、3回出ます。3回よ、3回、3回。ありがとう。取り替えたい、背取り替えたいっていうか、そうね、背取り替えたいっていうか、なんか
新しいのはやってみたいけどね、全然違う本当に公演。ソロ公演のセットリーでも入れたい曲ある、ソロ公演でやりたい曲とか、これやりたいなみたいなのはあります。言ったことない。でもくま、ありがとう。言わない、絶対に言わない。でもやりたいなって曲はある、これとかこれとかやりたいなみたいなのある。ソロはでもまあ確かに自分で考えるけどね。言ってよ。やだねやだよ。ナビありがとう。たまやありがとう。 STU 以外の曲で、いやめっちゃあるよ。もう STU 以外の曲、 STU の曲は基本結構やった気がする。そんなことないか割とやった気がする。カップリングも自分が参加してないやつやるし、結構ありがとう。どうもありがとう。自然淘汰主義私好きだよ。ジュルルルルジュルルルルジュルルル、あごめんねびっくりした。ジュルルルルジュルルジュルルジュルルチュルチュル、犬が来た。てて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 、それがいけないと言うのかい。ありがとう。でも STU のやったことなくてやりたいのはあれもやりたい。そして人は無力と思い知る。ララ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 ラ。あれもしたい。ウィッチーズウィッチ？ウィッチーズウィッチ。
あ、ダンスやんね、バキバキな。やったことない曲あとなんだろう、なんやろうね、あと5本とかもやったことないわ。仮病中、うん、声は仮病中やったことない。ご用心もないよ。青いレモン、青いレモン、なんだっけ、あのセリフがあるやんね。人生なんだみたいなやつ。あとなんだろうな、言ったことないやつは、誰かといたい、やりたい。なんかさ、ソラハの生誕で3人でやりたいねって話してたんですよ、本当は。ドラさん3人でね誰かといたい、ちゃん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 、できなかったので、モモとココと私でやろうと思います。てん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 、ワンちゃんとやろうと思います。もうここ前ユニット2人とも踊ってくれんけど、青く晴れた空に霧雨が降るように、笑顔と裏腹、なんちゃらららら。どうしたん、私が自然淘汰主義踊ったら起きました、ごめんね。僕恋もう一回見たい。仕事ってあげるよ今。ラーラーラー。あ、待って、タワーもらった。ありがとう。東京のスワンさん、ありがとう。ありがくまとは。ちょっとさあ、広島の家に帰ったら書くね。ありがとう。ありがくまとは。ありがくまとは。ありがとうございます。愛してる愛してる愛してるマジだよ、愛してる愛してる愛してる証拠にチューしようぜ、チュー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 。友達じゃないか、こんな時は。ダイジェスト。気持ちを見るんだ。話さなくていい。優しく、微笑んでごらん。ごらんになった。微笑んでごらん。うわ、懐かしい、なんか。キスだって左利き、私目を閉じて気づいたの、ぎゅっと手をつなぎながらニコッと微笑んでくれた、名前覚えたばかりの同じ制服の友よ、 Hey で MC
あ、ありがとう。ありがとう。元町さん、ありがとうございます。ありがとう、また。ありがとう。これも呼び出そう。広島で呼び出す。ありがとうございます。元町さん。禁じられた二人やった。言葉を失い、静かすぎる悲しみ。これはももとここにやってもらいましょう。手遅れコーション、あの後半3ブロックね、愛しきライバルからの。僕の敵だよと、あ、敵だったっけ。あれ、もう歌詞が出てこん、もう全然歌詞が出てこんくなる。スレイブ、みんなタクシー路肩に並んでんで、でで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 、なんか動きは覚えてるんですけどね。で、道国か警報か聞こえないふりしてか、汚れていくのを見てるだけ、ドルルルン。で、この涙を君に捧ぐ。この涙を君に捧ぐ。からのアンコールで、フェスティバル。イエーイ、みんな一緒にイエーイ歌おうぜ、イエイエイエイからのスイフ。はい、あれはどれだけ髪の毛を振り乱せるかの。誰も知らない遠いことをの、いや、そうよ、めっちゃ振り乱すのがそういいの、がむしゃらに。で、奇跡てんてんてん、やばい、めっちゃ奇跡やってないね最近。そうだ、てん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 、7周年ぐらいからやってなさそう。てん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 ね、ここから始まる奇跡という名のストーリー。え、やってないよ、奇跡という名のストーリー。多分7周年からやってないんじゃないですか。まあ、ありがとう。え、7周年やったよね、あれ、やったよね、だよね、やってない。ちょっと待って、リクワにはそう入ってないよ、確かに。懐かしい。ちょ、暑い。7周年、あれ、暑い。未来になってた、時が進んでたわ。6周年やわ。進んでました、すいません、一人未来に行ってました。
友達でいられるなら、あ、友達でいられるなら、え、めっちゃなんかエモいわ。表面張力とかやっとったんよね。あとキリギリス人とかさ、あとはうざいんだよのやつとかちょっと待って全然出てこない。花束ありがとうございます。うわ、隣のバナナ、残念少女。そう、残念少女、隣のバナナやばい、懐かしい。ココアさんとあのほのたんさん、あのあれが途中でさ喋るやつ、あってね。懐かしい。私ってこう見えても結構大人だよ。懐かしい。僕恋公園いいですね。ゴゴリバ公園もう一度見たい。ゴゴリバはもう踊れん、もう踊れんわ。やってましたね、今日研究生が拳スピリッツやってて、すごいと思いましたよ。あのじゃんじゃんちゃちゃちゃんじゃんじゃん、あのこんなやつじゃんじゃんじゃんちゃちゃちゃんじゃんじゃん、いやなんかなんとなく踊りすぎて頭にはあるんですけど、ちょちょやってたんですよ研究生が拳スピリッツやってて、マジか。難しい。ナビありがとう。拳スピリッツをね、振り入れする日にダンスの先生がめっちゃ来たんですよ。本当に何人来たかな、4、5人来たんですよ、拳スピリッツを踊る先生たちが。で本当にめっちゃもう多分他の振り入れもずっとしてて頭も回ってなかったのもあったんですけど、まあ、拳スピリッツ意外となんか長くって、さらにダンスが結構激しいし難しかったんですよ。で本当にできなくって、もうみんなその日振り入れした日もうみんな顔が真っ青だったもん、もうみんな唖然だったもん。あのいやめっちゃ人が来たの、本当にもう 4,5 人ぐらい先生が来て、うん、大変だった。先生が多いから、いやなんか多分パート分けしてたんじゃないかな、ここの振りはこの先生がやるみたいな。いやそうそう、すごかった、すごかったんですよ。ゴゴリバでも過去一公演でもうやばいって、やばいっていうか不安が勝ちまくったのがあの僕恋公演、
僕恋公演の前日が一番みんな顔真っ青でしたね。いや私最近で言えばアイドルズも結構不安が大きかったんですよ。なんでアイドルズも割とその STU 人生の中で一番争うぐらい割と上位に来たんですけど、もう一番僕恋公演がもう本当にみんな顔が真っ青だと、もうマジで前日ぐらいに、でも前日とかに振り入れしてたもん。もうまだ振り入れして、成人式の頃なのかな、え、そうかも。成人式の頃はもうやばかったね。なんでバタバタしてたんだろうな。もう STU 人生一番ドキドキハラハラした瞬間、僕恋公演の前日。いやマジで本当にそう、僕恋公演の前日が一番ドキドキハラハラしたわ。ありがとう。忘れもしない。ありがとう。アナビおもちゃんとここちゃん寝た？え、寝た。見る？見せよう。あ、起きた。あ、ちょっとテレビ映っちゃった。これ、ここちゃん。あ、寝てなかった。起きてるわ。寝ようかな。なんか言っとる。で、あれ。おい。かわいい尻尾描いてる。すごい立ったまま描いてる。すごい、あんまさ座って描くない犬って。え、このさ尻尾エビフライみたい。エビフライ尻尾。あれ家立ったまま描いてるわ。ごねごね。こいしょ。かわいい。これが可愛い。なんかちょっとピクピクしてる。やばい。ニュースつけてるんですよ。これ何のニュースなんやろ。カメラ。あ。
毎日ニュース見るの。うん、今なんか野球のニュースやってますよ。今何時だ。え、42分じゃん。もう終わるじゃん。終わるやん。暑い。今バスケ盛り上がって、え、そうなの？本当だ。このあと男子バスケ、快挙の真実って書いてある。見出し。快挙の真実？そうなの？なんかあった？え、知らんかった。え、そうなの？オリンピックが決まった。48年48じゃん。48年ぶり、やばい。48っていう数字にさ、なんか反応しちゃうから。48じゃんけ。すごいね。見てない。え、見てない。普通にさテレビでやってる。え、全然テレビ見てなかった。いや、つけとんやけどね、あんまり見てないんよね。ぼーっとしとる。昨日で終わった。あ、そうなん。見てなかったな。もう早く言ってよ。アイドルで飲めるよ。いや待って、私も今思ったけど、何も言わなかったのあれでしょ。ぼーっと老後を過ごしてみたいな。ぼーっと亡くなりましたとさみたいなやつでしょ。やばいやばい。はあ、未だにセリフ現象出てくるから。ルールわかる？え、バスケの？こうやってポン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 、ドリブルしてゴールに入れる。トラベリングわかるか？トラベリングって言われたことはある。体育の授業とかで。あれじゃない、ボールを持ったままさ、なんか2歩か3歩か忘れたけどさ、なんか歩いたらいけんのよね確か。マイキーは毎日がトラベリング、どういうこと？反則ってこと？違反？どういうことだ。スリーポイント分かるよ、あの遠いとこからシュートするやつやろ。なんかさ、バスケとかってさ結構あれじゃない、激しいよね。他のも激しいかもしれんけど、なんかあのファールみたいな、ファールじゃないな、なんか取り合うじゃんボールを。やけんさ疲れる、やる方。バスケはラグビーになってしまう。私がやったら。女子が体育でやるやってた。小学生の時とかにさ、ボールをさこうやってさ取られんようにさ、こうやってあのもうあのみんながたかるけんさ、こうわーって
だからさ、こうやってボールを持ったまましゃがむなりしなかった、あ、抱え込んで、そうそう、いやこれあるあるなんだって、結構あるあるなんだよ、うん、中学生の時のバスケが本当に嫌だった、本当に嫌で、でもバスケが得意じゃないんですよ、本当に不得意、本当に嫌だった、バスケをしてる姿を見られるのも嫌なぐらいダサいから、私がやったら、めっちゃ嫌だった、もう目合わせてなかった人と、あの仲間と目を合わせてさパスとかさやるじゃん、それがパスが欲しくないから、もういらないから私にボールが来なくていいって思ってて、そう、良くないけどもうそれしか逃げ道がなくって、本当に、え、バスケって5人で試合なの？え、そうなの？ 5+5、10人ってこと？え、そうなの？もっといた気がしたんだけど、5人なんだ、なんか少ないね結構。いや、ちょっと可愛かった。耳が立ってる。可愛い。可愛い。何それ。何してんだこれ。おーい。すぎんか？え、かわいいよね。なんかしてた、一人で。マイキューもやって。マイキューもやろう。どう？かわいいか？私やってもいかんだろ。ももちゃんの真似、かわいすぎ。いや勝てんよ、ももここアイドルですよ、究極のアイドル、金輪際現れない、一番星の生まれ変わり、かいしょ、起きちゃった、はよん、ここちゃんはずっと寝とる、あったったった、来た、ももちゃんもう終わるよ、広島連れてくれば、いやでもね、あの何ですか、ワンちゃんがオッケーなね家じゃないんだよね、引っ越さないといけなくなる、そしたらちょっと難しくてね、あとさ、ワンちゃん一人はいいけどワンちゃん二人はダメみたいなマンションも多くない？なんか
なんでか分かんないけど、首に紫の首飾り、これ違う、これじゃないしてない。犬屋敷になるからそんな犬10人とか犬だらけになるから1人までとかで決めとくってこと。そんなに犬ねえ、犬屋敷になんないよね。ねえ、犬屋敷と人屋敷ね、どうですか。どっちも一緒じゃんね。一緒に過ごしたらいいんですけどね。私もね、家にいない時もよくあるので、まあお姉ちゃんがいるけどね。花火ありがとう。そうね、寂しくさせちゃうかもね。あ、増えるかってこと？どうするんですか？もう本当にみんな女の子の犬、もうアイドルグループみたいな、もう女の子しかいなかったらどうするんですか？増えません。犬だれ公園やっちゃう。ポコ太郎元気？ポコ太郎はおきちゃんちです。ポコ太郎とさ、うちの犬だったらさ、うちのワンちゃん多分ポコ太郎に負けますねもう多分負ける。うちのワンちゃんたちちょっとポコちゃんの方が多分強い。ポコちゃん早いしね、足も。寝てる。55分おやすみや。おやすみモーさん、おやすみコウさんも、おやすみ。めっちゃ寝るやん。なんかさ、昨日はさわちゃわちゃしてたのに今日はめっちゃ寝てる。おやすみ、ね、おやすみの犬たち。海の犬、おやすみ。おやすみ。疲れてる。おやすみです。すみすみ。ここちゃんなんか位置変わってる。うん、ここでっていうか私が布団敷くし。
そうよ。57分。どう。クマ、ありがとう。また明日ね。また明日だね。ありがとね。めっちゃ長時間やったわ。カラオケしとるわけでもないのに。ちょっと待って。誕生日ぼう。はやりんごさん、シーサーさん、プーさんさん、おっさんずサムさん、ボンちゃんさん、N2F さん、東京のスワンさん、元町さん、マサさん、おパンチウサギさん、おパンチュじゃなくて、ふふ、うまねパパさん、きなぺこさん、あさかさん、ありがとうございます。おやすみおやすみおやすみ、あ、起きた。おやすみおやすみ、また明日ワン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 。また下見れますか、ワンちゃん。それはちょっとどうでしょう。うん。おやすみなさい。平和でした。また明日。バイ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 、おやすみ。